はい、まあ、ようやくこんな感じで積み込みが終わってきましたが、まだねちょっとまだ中にもあるんよね。はい、だからまだどうしようかな、1回でいけねえわ多分。今日は切るチェーンソーもったいないから、切るだけ切って積むだけ積んで、積めなかったのはまあ諦めますかって感じ。とりあえずね、切り株で諦めるものも多少あるんで、そうだね、まあまだあそこのね仏間のところにあるやつはちょっと切るだけ切って、まあ保存、まあ置いとくみたいな感じかなって感じ。うん、で問題こやつですよ。いや、やっぱりチェーンソーがね全然切れなくて、いやでもねさっき目研ぎはした、目立てはしたからそれは違うと思うんだけど、いやでもチェーンソーの刃のつける向き絶対確認したからね、それは違うと思うけど、これごっつい、さすがにこれは切れるとこまで端からちょんちょんって切って切って切りまくって、頑張らないとダメだ今日一日。まあ大体あとはあっちの こま切れにしていこうかなって感じです。襖を切るのはそう、はい、まあ大体こんな感じで終わってます。いやでもね、とりあえず優先順位上をつけて持っていかないとダメということに気づきましたね。はい、とりあえずこのゴロゴロしたやつらは全部積みますし、ゴロゴロしたやつらを先に積むべきだったということに気づき、ちょっと後悔してます。まあでもまあ、じゃあちょもう燃料も全部、チェーンソーオイルも全部あのこのラスボスの丸太に積み込んでどうかなっていう感じなんで、ちょっとこうやつと格闘します。片付けていきますか。
そこはまあ、まあ、しょうがないよね。ここの奥はね、ここら辺はね、まあ、大体ここら辺がすごい綺麗になりました。これだけでいいかな。あとはチェーンソーを返し行って積み込んで、早朝かな、20日の早朝から、もしくは、まあ、ちょっと深夜と早朝の境目ら辺ぐらいでちょっと出ようかなって感じです。まあ、とにかく今作業スペースを作らねばならんので、あの切り株たちをどうしよっかな。まあ別にこれね、土が取れなさすぎてもう無理なんよね。まああとはここら辺のでっかいやつだけ積んで、まあ、これで終わりかなって感じです。いっかな。じゃあもうちょいしたら、荷物ま、まあ、ゴミをまとめ、まあ、チェーンソー返しに行ってきますわ。はーい。でね、これはねもうダメだな。チェーンソーの刃自体がもうダメだったから、もう切れなさすぎてずっとチェーンソー当ててるから、もう焦げてね、ちょっと火花が出たからね、ちょっと危ないんでやめときます。まあここまで切ったからコロ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 転がして、まあ納屋の前らへんに置いておきます。だね、せっかく目立てをしたのに、目立てをしてももうダメだね。刃がもう低くなってたから、あとはこれで行ってこようかな。じゃあ返し行ってくるか。